セネズミ宮沢賢治ある古い家の真っ暗な天井裏に「蝖」という名前のネズミが住んでいましたある日蝖ネズミはキョロキョロ四方を見回しながら床下街道を歩いていますと 向こうからイタチが何かいいものをたくさん持って風のように走ってまいりました。そしてゼネズミを見てちょっと立ち止まって早口に言いました。おい、ゼネズミ、お前んとこの戸棚の穴からコンペイトがバラバラこぼれているぜ。早く行って拾いな。ゼネズミはもうヒゲもピクピクするくらい喜んでイタチにはお礼も言わずに 一三にそっちへ走って行きました。ところが、戸棚の下まで来たとき、いきなり足がチクリとしました。そして、止まれ誰かという小さな鋭い声がします。セネズミはびっくりしてよく見ますと、それはアリでした。アリの兵隊は、 もうコンペトの周りに四十の非常線を張って、みんな黒いマサカリを振りかざしています。二三十匹はコンペトを片っ端から砕いたり溶かしたりして、巣へ運ぶ支度です。セネズミはブルブル震えてしまいました。ここから家へ入ってはならん。早く帰れ帰れ。蟻の特務総長が低い太い声で言いました。 ネズミはくるっと一つ回って一目散に天井裏へ駆け上がりました。そして巣の中へ入ってしばらく寝転んでいましたが、どうも面白くなくて面白くなくてたまりません。蟻はまあ兵隊だし強いから仕方もないが、あのおとなしいイタチめに教えられて戸棚の下まで走って行って蟻の総長に剣筑を食うとは、 何たる尺に触ることだと、ツネズミは考えました。そこで、ネズミは巣からまたちょろちょろ張い出して、木小屋の奥のイタチの家にやってまいりました。イタチは、ちょうどトウモロコシの粒を歯でコツコツ噛んで粉にしていましたが、ツネズミを見て言いました。どうだコンペトンがなかったかいイタチさん、 ずいぶんお前もひどい人だね。私のような弱い者を騙すなんて。騙しゃせん。確かにあったのや。あるにはあっても、もう、アリが来ていましたよ。アリがへえ、そうかい。早いやつらだね。みんな、アリが取ってしまいましたよ。私のような弱い者を騙すなんて、惑うてください。惑うてください。それは仕方ない。 お前の生きようが少し遅かったのや。知らん知らん。私のような弱い者を騙して惑うてください。惑うてください。困ったやつだな。人の親切を逆さまに恨むとは。よしよし。それなら俺のコンペトをやろう。惑うてください。惑うてください。えい、そら持っていけ。てめえの持てるだけ持ってうせちまえ。てめえみてえなぐにゃぐにゃした男らしくねえ奴は、 つらも見たくねえ。早く、持てるだけ持ってどっかへ失せろ。イタチはプリプリしてコンペトを投げ出しました。ツネズミは、それを持てるだけたくさん拾ってお辞儀をしました。イタチはいよいよ怒って叫びました。えい、早く行ってしまえ。てめえの取った残りなんか、うじ虫にでもくれてやら。ツネズミは、 一目散に走って天井裏の巣へ戻って金平糖をこちこち食べましたこんな具合ですからツネズミはだんだん嫌われて誰もあまり相手にしなくなりましたそこでツネズミはしかたなしに今度は柱だの壊れたちりとりだのバケツだのほうきだのと交際を始めました 中でも柱とは一番仲良くしていました。柱がある日、ゼネズミに言いました。ゼネズミさん、もうじき冬になるね。僕らはまた乾いてみりみり言わなくちゃならない。お前さんも今のうちにいいヤングの支度をしておいた方がいいだろう。幸い僕のすぐ頭の上に、スズメが春持ってきた鳥の毛や、いろいろ暖かいものがたくさんあるから、 い僕の頭はまあ少し寒くなるけれど僕は僕でまた工夫をするから。ツェネズミはもっともっと思いましたので早速その日から運び方にかかりましたところが途中に急な坂が一つありましたのでネズミは三度目にそこからストーンと転げ落ちました柱もびっくりして ネズミさん、怪我はないかい怪我はないかいと、一生懸命体を曲げながら言いました。ネズミはやっと起き上がって、それから顔をひどくしかめながら言いました。柱さん、お前もずいぶんひどい人だ。僕のような弱いものをこんな目に遭わせなんて。柱はいかにも申し訳がないと思ったので、ネズミさん、すまなかった。許してください。 と一生懸命わびました。ゼネズミは図に乗って、許してくれもないじゃないか。お前さえあんな古尺な指図をしなければ、私はこんな痛い目にも合わなかったんだよ。戻っておくれ。戻っておくれさ。戻っておくれよ。そんなことを言ったって困るじゃありませんか。許してくださいよ。いや。 弱いものをいじめるのは私は嫌いなんだから、戻っておくれ。戻っておくれ。さあ、戻っておくれ。柱は困ってしまっておいおい泣きました。そこでネズミも仕方なく巣へ帰りました。それからは柱はもう怖がってネズミに口を聞きませんでした。 さて、その後のことですが、ちりとりは、ある日、ゼネズミに半分になったモナカを一つやりました。すると、ちょうどその次の日、ゼネズミはお腹が痛くなりました。さあ、いつもの通りゼネズミは、惑っておくれを百ばかりもちりとりに言いました。ちりとりももう呆れて、ネズミとの交際はやめました。 また、その後のことですが、ある日、バケツは、ゼネズミに、洗濯ソーダのかけらを少しやって、これで毎朝、お顔をお洗いなさい、と言いました。ネズミは喜んで、次の日から毎日それで顔を洗っていましたが、そのうちに、ネズミのおひげが10本ばかり抜けました。さあ、ゼネズミは、早速、バケツへやってきて、 まどっておくれまどっておくれを百五十ばかり言いました。しかしあいにくバケツにはおひげもありませんでしたし、まどうというわけにもいかずすっかり参ってしまって泣いて謝りました。そしてもうそれからはちょっとも口をききませんでした。道具仲間はみんな順繰りにこんな目にあって懲りてしまいましたので、 ついには誰もみんなゼネズミの顔を見ると急いで脇の方を向いてしまうのでしたところがその道具仲間にただ一人だけまだゼネズミとつきあってみないものがありましたそれは針金を編んでこさえたネズミ捕りでした ネズミ捕りは全体人間の味方なはずですが、近頃はどうも毎日の新聞にさえ猫と一緒にお払い物という札をつけた絵にまでして広告されるのですし、そうでなくても元来人間はこの針金のネズミ捕りを一遍も優退したことはありませんでした。ええ、それはもう確かにありませんとも。 それに、さも触るのさえ汚いようにみんなから思われています。それですから、実はネズミ捕りは人間よりはネズミの方に余計同情があるのです。けれども大抵のネズミはなかなか怖がってそばへやってまいりません。ネズミ捕りは毎日優しい声で、ネズミちゃん、おいで。 今夜のごちそうはアジのおつむだよ。お前さんの食べる間、私はしっかり抑えておいてあげるからね。安心しておいで。入り口をバタンと閉めるようなそんなことをするもんかね。私も人間にはもうコリコリしているんだから、おいでよ、ら。なんてネズミを呼びますが、ネズミはみんな、へん、うまくいってら、とか。 へいへい、よくわかりましてございます。いずれ親父やせがれとも相談の上で、とか言って、そろそろ逃げていってしまいます。そして朝になると、顔の真っ赤な下男が来てみて、また入らない。ネズミももう知っているんだな。ネズミの学校で教えるんだな。しかし、まあ、もう一日だけかけてみよう、と言いながら、 新しい餌と取り替えるのでした。今夜もネズミ捕りは叫びました。おいでおいで。今夜のは柔らかなはんぺんだよ。餌だけあげるよ。大丈夫さ。早くおいで。ゼネズミがちょうど通りかかりました。そして、おやネズミ捕りさん、ほんと どうに餌だけをくださるんですかと言いました。おやお前は珍しいネズミだね。そうだよ。餌だけあげるんだよ。そら、早くお食べ。セネズミはぷいっと中へ入って、むちゃ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 とはんぺんを食べて、またぷいっと外へ出て言いました。美味しかったよ。ありがとう。 そうかい。よかったね。また明日の晩おいで。つ次の朝、ゲナンが来てみて怒っていました。えい、餌だけ取っていきやがった。ずるいネズミだな。しかし、とにかく中へ入ったというのは関心だ。そら、今日はイワシだぞ。そして、イワシを半分つけていきました。 ネズミ鳥はイワシを引っ掛けてせっかくツネズミの来るのを待っていました。夜になってツネズミはすぐ出てきました。そしていかにも恩に着せたように「こんばんはお約束どおり来てあげましたよ」と言いました。ネズミ鳥は少しムッとしましたが無理にこらえて「さあ食べなさい」とだけ言いました。 背ネズミはぷいっと入って、ぴちゃ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 と食べて、またぷいっと出てきて、それから王フに言いました。じゃあ明日また来て食べてあげるからね。ブーとネズミ鳥は答えました。次の朝、ゲナンが来てみて、ますます怒って言いました。えい、ずるいネズミだ。 しかし、毎晩そんなにうまく餌だけ取られるはずがない。どうも、このネズミ取り目は、ネズミから賄賂をもらったらしいぞ。もらわん、もらわん、あんまり人を見損なうな。と、ネズミ取りは怒鳴りましたが、もちろん下男の耳には聞こえません。今日も腐ったはんぺんをくっつけていきました。ネズミ取りは、とんだ疑いを受けたので、一日プンプン怒っていました。 夜になりました。セネズミが出てきて、さもさも大義らしく言いました。ああああ、毎日ここまでやってくるのも並たいてこっちゃない。それにごちそうといったらせいぜい魚の頭だ。嫌になっちまう。しかしまあ、せっかく来たんだから仕方ない食ってやるとしようか。ネズミ捕りさん、こんばんは。 ネズミ捕りは針金をプリプリさせて怒っていましたので、ただ一言、お食べと言いました。ゼネズミはプイッと飛び込みましたが、はんぺんの腐っているのを見て怒って叫びました。ネズミ捕りさん、あんまりひどいや。このはんぺんは腐っています。僕のような弱いものを騙すなんてあんまりだ。惑ってください。戻ってください。 ネズミ鳥は思わず針金をりゅうりゅうと鳴らすぐらい怒ってしまいました。そのりゅうりゅうが悪かったのです。ピシャッシーン餌についていた鍵が外れてネズミ鳥の入り口が閉じてしまいました。さあ、もう大変です。ゼネズミは気違いのようになって ネズミトりさん、ひどいや、ひどいや、うー、悔しい。ネズミトりさん、あんまりだと言いながら、針金をかじるやら、くるくる回るやら、地段打を踏むやら、わめくやら、泣くやら、それはそれは大騒ぎです。それでも、まどってください、まどってくださいは、もう言う力がありませんでした。 ネズミ捕りの方も、痛いやら尺に触るやら、ガタガタブルブル、リュウリュウと震えました。一晩そうやって、とうとう朝になりました。川の真っ赤なゲナンが来てみて、小躍りして言いました。しめたしめた、とうとうかかった。意地の悪そうなネズミだな。 さあ、出てこい、こそ